2001年より発売開始。日本では一時期カタログ落ちしていたが2005年に復活。実質、グリフィスやキミーラの後継モデル。他の TVR のモデルと同様、スチールチューブラーフレームに FRP のボディを被せて製作しているため、総重量は約 1100kg にまで抑えられている。プラットフォームはタスカンと共通だが、タモーラは 前後のオーバーハイグを切り詰め、ソフトトップにシーターとしている。また、前長や丸めにトーヘッドライトなど、ところどころにグリフィスとの共通点が見られる。搭載エンジンは3.6リットル時か 6DOHC、スピード6を FR レイアウトで搭載しており、軽量なボディと組み合わせることで、高いポテンシャルを発揮する。また、 ABS などの電子デバイスを一切搭載していないため乗りこなすにはそれなりのテクニックが必要であるミッションは5速 MT で LSD が標準装備されているラインナップはこれ以外にない室内にはアナログ式スピードメーターとタコメーター以外にもスイッチ一つで切り替え可能な液晶ディスプレイやシフトインジケーターも備えているまたエアコンや パワーウィンドウ、イモビライザーなど街中でも快適なドライブを行えるための装備もしっかり搭載されている。2006年に生産終了。ありがとうございます。